糖質制限おからのチョコくるみ蒸しパンを作ります。くるみ 10g、 おからパウダー 10g、 卵1個、ラカント S 小さじ1、マヨネーズ小さじ1、純ココア 3g、 水大さじ3、10回ぶんぶん引っ張ります。生地が容器の側面につく場合はヘラ等で落としてください。耐熱容器にブンブンした生地を入れます。軽くトントンして空気を抜きます。500ワットのレンジで3分加熱したら完成です。